私の名前は美和。夫の康介と結婚して数年。康介は何かというと、親ももういい年だし、いつ何があるかわからないんだから、今のうちに親孝行したいんだ。と言って、しょっちゅう私を連れて自分の実家に帰っていた。最初は、親思いな人なんだな、と思っていた。でも私から見れば、夫の実家とはいえ人様の家。正直、少し肩身が狭いと思うこともあったけど、まあ、嫁入りされているわけでもないし。と、康介の実家参りに付き合ってきた。しかし義父が手術を要する大病にかかった時、康介の態度が変わった。康介は一人息子なんだし、私も妻として積極的に康介をサポートすべきだと思っていたので、初めは有給を使って義母と一緒にお医者さんの話を聞いたりした。でも私が義父の病状を説明しようとしても、康介は仕事で疲れてるから、そう言ってさっさとお風呂へ行ってしまった。自分のお父さんのことなのに？そう思ったけど、仕事が本当に忙しいのかもしれないと思ったので、また後日にしようと思い直した。でも休日になっても康介は変わらなかった。日曜日に家の電話が鳴ったのだが、鳴ってるぞと私に言うだけで、康介自身は腰を上げない。お互い個人的な用事はスマホにかかってくるので、家の電話にかけてくるのは大抵康介のご両親なのに。はい、もしもし、お母さんどうされたんですか？あのね、康介、お母さんに保険のことで相談されたんだけど、と後から二人で話し合おうとしても、疲れてるのにイライラさせないで、トイレ行ってくるわ、と逃げていく。いい加減ちゃんと考えてよ。私がちょっとでもきつく言うと、そんな風にヒステリックになられたらまともに話なんてできない、とやはり逃げる。結局義父の手術が終わるまでずっとこの調子で、康介は一遍も病院に顔を出さなかった。手術は成功し、康介に退院日決まったよと伝えた。さすがにこの日ぐらいは康介だってと思っていたのに。仕事だからお前行ってよと言って、これも私に丸投げした。私だってフルタイムで働いているのに、しかも康介の実の親なのに、なぜ私ばっかり休みを取って奔走しなきゃならないのよ。それなのに、親父退院おめでとうと、しれっと何食わぬ顔で会期祝いには参加した。ちょっとモヤモヤしたけど、まあ康介だっていつまでも元気でいてほしいと思っていた両親が病気になってショックだったのかもしれないしと思い、水に流そうとした。しかし、年かしらね、最近足がひどく痛むのよ。お父さんは治ったばかりだし、私も足がこんなだと運転が危なっかしくて、あなたたち今日にでも車で病院まで送ってくれないかしら。義母はあくまで私たち夫婦に言ったのだが、康介が流れるように自然に、美和任せていいかと私に押し付けてきた。この流れで拒否したら私の心象が悪くなるだけだろう。はい、わかりました。釈然としないものの、義母を病院へ送っていき、家に帰って康介に、お母さんの容体なんだけどと結果を康介に報告しようとしたら、あのさ、それを俺に言ってどうするの。俺は医者じゃないから聞いたって知らないよ。それとも俺が医者だとでも思った、はあ、お前頭悪くなったよな。お前と話してると疲れるわと、わざとらしく大きくため息をつきながら言われた。この瞬間悟った。康介の言う親孝行とは、自分の時間や手間がかからないことが前提のものなのだと。あ、おい、どこ行くんだよ。話はまだ終わってないぞ。今までの不満が一気に噴出し、私の中で康介の存在が一気にどうでもよくなった。まだ何か言ってる康介をスルーし、部屋にこもって調べ物をした。翌日、おい、美和、なんだよこれ。私は親の介護などは実施に義務があると親の介護問題をテーマにした記事をいくつかネットで調べてプリントアウトし、リビングの壁に貼っておいた。康介に何か言われたら無言でその紙を指差し続けた。家にかかってくる康介の実家からの電話は康介の携帯に転送されるように設定しておいた。2日経った頃、康介に、お前には情がないのか、義務を放棄する気かと言われたので、私は紙を指差した。まさか私があなたのお母さんの実子だと思ってたの。あなた頭悪くなったよね。あなたと話してると疲れる。なんだそのふざけた態度は。康介が怒鳴り始めたので、ヒステリックになられたらまともに話ができないと別室へ逃げてそのまま寝た。
翌日、仕事から帰宅すると、だんだんと乱暴に足音を立てて、コウスケが玄関まで来た。話し合うことがあるようだな。と怒り顔で言われたので、仕事で疲れてるのにイライラさせないで。と言って、靴さえ脱がずにそのまま家を出てビジネスホテルに泊まった。それを1週間ほど続けたら、離婚だと言われ離婚届を突きつけられた。すぐにコウスケの実家に、離婚しますと報告。義父母はすぐにタクシーですっ飛んできた。リワさんに謝れ、あんたが悪いと義父母はコウスケを叱ったが、コウスケはそれをふてくされた態度で無視。義父母はがっくりと肩を落とした。結局義父母の懇願も虚しく、私たちはそのまま離婚することになった。離婚届を出しに行く当日、なぜかコウスケは、一緒に役所へ行ってやれと言い張り、私の車の助手席に乗り込んだ。別に私一人で十分だけど、と言うと肩透かしを食らったようにポカンとした顔をした。なぜだか私がコウスケの申し出を喜ぶと思っていたみたいだけど、なんでそんなことを思ったのか。まあ別に支障もないし、これで最後だしと、結局二人で出しに行った。しかし役所について車から降りるとき、いつまで意地張ってんだ、ここらが落としどころだと思うぞ。は？謝るなら今だって言ってるんだ。どうやらコウスケの中ではこういうことになっていたらしい。女のヒステリーで調子に乗りすぎてコウスケを激怒させてしまった私。話が大ごとになって今さら引っ込みがつかなくなって、謝るに謝れないバカな私。だから水を向ければすぐにでも、ごめんなさいあなた、私が全部悪かったわ、これからはあなたに逆らったりしないと、平身低頭謝ってくるに違いないと。お前分かってないだろ、このままじゃ本当に俺とも俺の両親とも他人になるんだぞ、取り返しつかないんだぞ。分かってるし別にいいけど。え？コウスケはポカンと口を開けた。自分の描いていたシナリオ通りに私が動かなかったのが心底不思議そうだった。え、だってお前は口では文句ばかりでも俺や両親のことが大好きだよな、本当は別れたくなんてないんだろ。俺がこの場で土下座すればいいのか、それで満足なのかよ。いや意味わからないし、くっとらない妄想を夢見るばっかで現実を見ようとしない役に立たないあんたの頭を下げられたところで、私に何の得があるのよ。え？え？思いっきり不機嫌に言ったら、コウスケはショックを受けた顔をした。そのまま駐車場にコウスケを置いて離婚届を役所に提出しに行ったが、戻ってきてもコウスケは私の車の横で呆然と立ち尽くしていたので、その場に置き去りにして立ち去った。ご視聴ありがとうございました。また見てね。